アメリカ陸軍工兵司令部が作成した核シェルターの場所を示すロゴ。核シェルターは放射性硬化物シェルターとも呼ばれ、一旦重大な核戦争が起こった場合の一時、避難所である。放射性硬化物シェルターは、核爆発による放射性破片や放射性硬化物から居住者を保護するために特別に指定された閉鎖空間である。そのような避難所の多くは、 冷戦中の民間防衛対策として建設された。核爆発の間、結果として生じる火の玉で気化した物質は、爆発からの中性子にさらされ、それらを吸収し、放射性になる。この物質は、雨の中で結露すると、軽石に似た埃や軽い砂質の物質を形成する。そうした、放射性降下物は、アルファ粒子とベータ粒子、および、ガンマ線を放出しする。 この高放射性物質の多くは地球に落下し、視線内のあらゆるものを放射線にさらし、重大な危険をもたらす。放射性硬化物シェルターは、放射の方がより安全なレベルに減衰するまで、居住者が有害な放射性硬化物へさらされるを、最小限に抑えることができるように設計されている。アメリカ合衆国では、各シェルターへの連邦政府補助金は1970年代に、 正式に廃止された。などが知られている。ありがとうございます。